元著は中国語漢末期から三国時代の武将。三国志義士に李蔵文を元手に法円伝いに捨てがある。字は中安氏。兄はただ氏。子はただ氏。孫は元僧。身長八尺で腰回りが十過去やり、要望が大しく毅然としており、武勇と力量も人並み外れていた。五漢末、巨著は、 若者や一族数千家を急行し、全員で取りを固めて、族の侵入を防いでいた。女男のカッパの族一万人余りが侵攻してくると、大勢に、無勢で疲労し、武器や矢玉も突き果てるまで追い込まれたが、巨女は、上中の男女に、湯飲みや増すほどの大きさの石を用意させ、投げつけて抵抗させた。食料が乏しくなると巨女は一計を案じ族とは僕を結ぶふりをして、 牛と食料を交換させた。賊が来て牛を引き取ったが、牛はすぐさま逃げ帰ってきてしまった。このため巨蝶が片手で牛の尾を掴んで引きずり、牛を賊の元へ返そうとすると、賊は驚き牛も引き取らずに逃げ帰ってしまった。この噂は予習一体に広がり、聞いた者は皆巨蝶を恐れるようになったという。曹操が順、南樹の地方を支配すると、 巨女は軍勢を上げて曹操に帰伏した。曹操は巨女の勇壮な雰囲気に我が反界であると言った。その日のうちに巨女は問いとなり宿営に入った。巨女に従っていた教格は皆虎氏となった。長縫異伐に従軍して先方となり行為に承認した。炎章との勘渡しの戦いにも従軍した。獣子の情報からは以前から謀反を企てていたが、 曹操の傍らで自衛している巨鳥を恐れことを起こすことができなかった。このため、女保からが巨鳥の休みの日に行動を起こしたが、巨鳥は宿舎まで来たところで胸騒ぎを起こし、すぐに引き返した。女保からはそうとも知らず、曹操の帳に入り、巨鳥を見て、大いに驚いた。巨鳥は、女保からの顔色が変わったのを見て、謀反を悟り、すぐさま彼らを打ち殺した。 このことで曹操はさらに、巨長を信愛し、出入りにも同行させて、左右から離さないようになった。今日の包囲戦に従軍し、先行を立てて、関内港に封ぜられた。馬長との一騎打ちに臨む巨長干水、馬長との同艦の戦いでは、曹操は、黄河の北岸へ渡る前に兵を先に渡かさせた。しかし、曹操が、巨長や、親衛隊百人余りと共に南岸に泊まって、 背後を遮断すると、馬長は兵一万人余りを率いて来航し、雨のように矢を降り注がせた。巨蝶は曹操を支えて船に乗せたが、兵も上がって乗ろうとしたため、船が重さで沈没しそうになった。そこで巨蝶は船によじ登ろうとするものを切り、左手で馬の鞍を掲げて、曹操を矢から守った。さらに、 船頭が流れ屋に当たって死ぬと自ら右手で船を漕ぎ、曹操を溶かさせた。その後、戦局が膠着したため両者は階段の場を持つことになった。曹操は、関水、馬長らと短期で語らうこととなり、重機として巨著だけを連れて行った。馬長は、武術の腕を頼りに、曹操を殺そうと考えていたが、以前から巨著の勇猛さと武力を聞いていたため、 銃器が巨著ではないかと疑った。馬長が曹操に対し、甲の下には虎甲というものがいると聞いているがと問いかけると、曹操は無言で後ろを刺した。このため巨著が馬長を睨みつけると、馬長は動くことができずに結局引き返した。数日後、馬長軍と戦った時、曹操は馬長らを大いに破った。巨蝶は自ら敵の支給を上げ、 武衛中老将に昇進した。武衛という称号はこの時から始まったという。曹操が儀王となった頃、曹人が慶州から戻ってきた時に、宮殿の外で巨著に出会った。曹人が中に座ってくつろいで語ろうと誘ったが、巨著は王は間もなく出殿のなされると言って、すぐ宮殿に引き返してしまった。曹人がこのことに起こると、ある者が巨著に対し、 進む南将軍は王族の重臣なのにへり下って君をお呼びになったのだ。それなのになぜ断ったのかと言った。これに対し巨長は彼は王族の重臣といえども外の諸侯です。私のようなうちの進化の端くれが部屋に入ってどんなことを話せましょうかと答えた。それを聞いた曹操はことさらに巨長を信愛し中堅将軍に昇進させた。 曹操が亡くなると、巨巨は号泣して、血を吐いたという。曹飛が即位すると、万歳抵抗に、進む風され、武衛将軍に転任した。中軍の宿営禁兵をお届ととくし、曹飛にも、側近として、大いに親しまれた。かつて巨巨が率いて、虎氏となった者から、後に武功によって、将軍となり、孔に封ぜられた者は、数十人に、また、問い 好意となった者は百人余りに上り、皆が堅実家であったと言われる。宗英が即位すると、無合校に進むふして、領有七百戸となり、和子が館内校に封ぜられた。やがて死去し、宗公と送りなされた。この巨忠氏が後を継いだ。対話年間に再び、巨帳の忠高が評価され、庄直により、子孫二人が館内校に封ぜられた。 真珠は、巨著と天意が、曹操の左右を警護したことは、漢の反会になずらえると表している。敗勝氏は、ジョタの謀反に、巨著が胸騒ぎを起こしたのは、漢の禁避、と、同じく中性の極致があったためで、さらに、同漢の機難も巨著がいなければ救済できなかったことで、あり、その効列は、天意にまっさるものがあると述べている。また、天意が、 曹操の病庭に行進として祀られたものの、巨女は祀られることがなかったため、そのことについて理解しがたいとも述べている。巨女の性格は慎み深く、誠実かつ重厚で、無口だった。また力が虎のようであるものの、地であったため、虎地と呼ばれていた。それでもって、天下の称賛を浴びることになったため、虎地が彼の本当の名前だと思われるようになったという。 馬長は巨長をトラコウと呼んだとある。小説、三国支援儀では、曹操軍が黄金族の残党と戦っているとき、南儀という黄金族の総大将が出てきて、曹操に一気打ちの勝負を挑んでくる場面がある。曹操は、天意に命じ、南儀を捕らえに行かせる。そのとき一人の農民が現れ南儀を捕らえ去ろうと、するが、 この農民が巨女であり、天衣は巨女を追いかけ難儀をこちらに渡すように促すが、巨女が拒否したため二人は一気打ちをし、互角に戦うことになる。この巨女の勇猛さを聞いた曹操は、あれほどの男を殺すのは惜しいと思い、部下に罠を仕掛けさせ、捕らえて連れてくるように命じる。その後、天衣が巨女と戦っているところで、引き上げの合図が聞こえ、天衣はわざと引き上げる。居は、 権囲を追いかけたが、途中巨著は罠にかかり曹操の下へ連れて行かれることになる。曹操は、他の敵将と同じ扱いを受けた巨著を見ると、誰がこんな扱いをせよと言ったのだ。と言い、すぐに縄を解くように命じ、巨著に謝ると、部下にならないかと誘う。巨著は自分を部下にしてくれることを喜んで引き受け、使えることとなっている。その後も巨著は、曹操配下として、 抜群の武勇を発揮して活躍し、特に、バーチョとの一騎打ちでは、途中から上半身裸になって戦う勇姿を見せる。一方、酒によって、兵糧を張飛に奪われるという失態も演じている。ありがとうございます。